村さんも自己紹介をしていただきながら、社会的インパクト評価について取り組む意味や価値をどうお考えかということをお聞きいただきたいと思います。で、まずそのお立場ですね。木村さんの場合は、資金をつなぐつなぎ手のお立場、これはコミュニティリースバンクとして融資をする、それから愛知コミュニティ財団として寄付をする、助成をするという、そういうつなぎ手の立場というのも一つありますし、それからモモがこれから10年どんなセオリーオブチェンジを描くのかという、それを実践したという立場と両方あると思いますので、両方に触れながらお話をいただけると嬉しいです。お願いいたします。はい、ご紹介いただきました木村といいます。普段は愛知名古屋におりますが、今日は地域の代表者でもあるかなということで、結構横文字が多い場なので、これをどうローカルに落としていくのかというのをすごくミッションとして掲げて今日は来たかなと思っています。で、今ご紹介いただきましたように僕は2つの組織をやってまして、モモがもう11年目を迎える組織で、こちらは地域のお金を融資で生かすと、で、財団を4年前に立ち上げまして、こちらは寄付を集めて助成金で応援すると。で、僕は今2つの組織で年間50団体、金額としては5000万円ほど、民間資金を回す仕事をしてまして、うちの社団に最大の特徴は、伴走支援というのも非常にポイントだと思ってまして、寄付や出資を辞任してくださる方たちのお金に出してはすぐ地域のそばにいらっしゃるので、共感してお金を出していただいただけで終わらずですね、時間を使っていただくと、要はボランティアで関わっていただいて、その団体さん50団体を応援する人たちが、年間360名ぐらいいると、そういう組織を経営しながらやっている、経営している人間です。で、つくづく今お二人の話を聞いていく中で、やっぱり成果っていうものが伝えられるとですね、話のネタに困らないんだなっていうことを実感をした次第、引き出しが多様に本当にあるっていう、僕はこれが一つ意味や価値かなというふうに思ってまして、というのは例えばモモですと、やっぱり僕は28の時にですね、実は本当に若気の至りだったと思うんですが、地域の金融機関出身で、地域にお金あることは知っていたと。でも金融機関の職員として融資を担当しながらもなかなか融通できない。で、 NPO の活動を始めてみたら皆さんお金に困っていると、地域にお金はあるのにこれがちゃんと融通しきれないという課題を見つけて挑戦し始めたのがモモでしたと。で、やっぱり最初の頃はですね、やっぱ重い先行でですね、僕もボランティアで5年ぐらいやっぱりやってた組織だったんです。やっぱり借り手のニーズがこう上がってくるとですね、それに応えなきゃ、持続的な組織にしていかなきゃということで、今まあ専従スタッフ3人抱えるまでに必要になっているんですけれども、つくづく10年経ってですね、去年なんですね、今日先ほどご紹介いただいた報告書、全員分多分ないんですけど出入り口に置いてあるので、休憩中とか取っていただけるといいかなと思ってるんですが、次の10年やっぱりどう具体的にね、ちょっとやっぱ大人になったので社会を変えていくのかとお示しするツールが欲しいなということで作成をしました。で、それは僕らさっき出資と言ったんですが、この出資は配当がないんですね。金銭的な見返りがないお金を540人の出資者がいて、今4600万円以上僕らに信じて託してくださってるわけです。で、やっぱお渡しするのは具体的にお金を投じると何か変わるのかという話かなということで、やっぱりそういう設計図が必要だということで作らせていただいたということがまず一つです。それからもっと実は今日資料で実はお貸していただいているのがこれでして、僕らは自分たちだけでは世の中変えられないと、要は10年かけても1億4000万ほどの融資をしてきた組織なので、要は金融機関、既存の金融機関さんがもっともっとこの分野、ソーシャルな分野にこう融資ができる状況を作っていかないと世の中変わらないということで、今僕らは金融機関連携している数としては10ありますね。連携している金融機関さんが10あるんですが、そういったところを変えていくっていうのが、僕らセオリーオブチェンジっていうことになるんですけれども、要は融資先っていうのは、僕らが貸してる先っていうのはみんな金融機関に断られた先なんですよね。でも金融機関はやっぱ貸すとこなくて困っていて、じゃあ実際ももは貸し倒れなくそれだけ融通ができてきているのはなぜかということで、僕らは実際に関わる機会を作っているんですね。金融機関の職員さんたちがボランティアで関わる機会を作る。で、その時に実際やってもらっているのが、融資先の SROI を測るという取り組みなんですね。やっぱり数字を測るということに、それほどアレルギーがない。ただやっぱり決算書しかやっぱり見てこなかった方たちが実際に地域の金融機関職員さんたちだったりするので、
で、自分の仕事がどう地域や社会に役立っているのかということを見つめ直す機会を提供する中で、実際に僕らの入社先はそれで金融機関と関係性ができ、例えば創業資金は借りれなかったけど、2つ目の事業所をオープンする資金は融資をその金融機関から借りるという事例もいくつも実は生まれていたりします。で、ちょっと最後これだけ聞きたいのは、今は実はそれが発展をして、金融機関の方だけではなくて、行政の方とか、SRI の測定に関心がある方にこう混ざり合って、ボランティアで半年間測定してもらうということになっているんですね。で、なぜかというと、やっぱり社会の価値を測るわけだから、金融機関っていうのもまた一つの社会のセクターなんだけど、それだけじゃないですよね。地域のいろんな人たちで、要は立場の人違う人たちで社会の価値って、物差しを作っていくことかなっていうふうに思います。で、SROI っていうのは数字を出すっていうことで、まだまだ信憑性とかね、なかなか難しさもはらんでるとは思うんですが、そのプロセス、この社会にどんな価値があるのかっていうことをしっかりと考えていく、そういう意味があるのかなというふうに感じております。以上です。地域内資金循環のモデル構成というのが、確かここに入っているんですけれども、これ作ったのは2011年なんですね。で、この後に、これで、数量別援助を作ったのが昨年。はい。なんかこう、物の話を伺っていると、関わる部分がたくさんあるのが、非常に面白い組織だなというふうに思っていて、で関わる部分がたくさんあるということは、すごくいいことなんだけれども、同時に、その関わる人が何をする組織なのか、何のために存在する組織なのかということが理解ができないと、そうしないと、結局、どこに向かっているか分からなくなってしまうということがあると思うんですよね。でそれを整理する意味でも、このセオリーオブチェンジというのは、すごく意味があるものだったのかなというふうに思います。今引き出されるんですが、そう、 うちのボランティアってモモレンジャーって呼んでるんですけど、モモレンジャーたちがですね、なんか発送作業がもうなんか何につながっているのかが分かったではボランティアのスタッフのやっぱりエンパワーメントにこれつながったの、何にこれ時間を投じることになるのかっていうことが分かったというふうに言ってました。なんかこう自分たちだけでは世の中変わらないという諦めではなくて腹くくりですよね、きっと。これはその中で出てきたセオリーオブチェンジ、資金循環の構図がその後セオリーオブチェンジにこう消化していって、変わる部分がたくさんあるという組織の特徴をより良い形で生かすという、そういう、まあ、きっかけに社会的インパクト評価の取り組みがつながっていたのかななんていうふうに思います。はい、ありがとうございます。